はい、よろしく。あ、わかりました。どうしよう、喋ることは何を考えてこなかったんですけど、オケた。まさか、カフェライブって聞いてたんで、こんなにたくさんのお客さんが、いらっしゃるとは想像もしなくて、だいぶ緊張しております。でも、冒頭でサウちゃんが話してた通り、ゆうなぎ3人としては今日で最後なんで、緊張してる場合ではないなと思いました。自分たちも悔いのないようにやりきりたいと思いますので、最後までどうぞよろしくお願いします。もう一度ちょっと早いね、早いね。ちょっとね、最初の2曲は、これも古いんですけど、今から最後3曲演奏させてもらうのが、もう一番今まで歌い込んできた曲になります。なんかね、ちょっとね、その辺の噂でいろいろね、こう周り歌っていただいてたんですけど、まあ最後なんでね、思いっきりちょっと歌い切ろうかなと思って、ね、まあ、このね、スタイル見てもらったら何の曲か分かる方は多分ね、たくさんいらっしゃるかとは思うんですが、あれやね、あれですね、あれですね、ソウちゃんがいろいろ炸裂するあれです、ね、めっちゃ笑顔いいやつよね。これね、知ってる方は分かると思うんですけど、これやったらもう最後かなみたいな感じで、残念ながらまだ最後じゃないです。そうです、と真ん中にね、飛んできました。あまりに最後にするにはね、私荷が重いので。では、今から2曲続けて聴いてください。Thank you.
Thank you.